レフィエ 85mm 砲のラシキオ戦1870年型、レフィエ 85mm 砲、制動製、ペリーン C 車製造。全長 2.10m、砲弾重量 7.1kg 炸裂弾1870年型、レフィエ 85mm 砲は、砲兵将軍であるジャンバティストベルシェールド・レフィエが、 ムードン造兵省での最高責任者として開発した19世紀のフランスの野砲。1870年にフランス陸軍に採用された。合計 85mm の5層式市場砲でラシキオ線を採用した。当初は制度性であった。レフィエ 85mm 砲の断面図レフィエ 85mm 砲の汚染部レフィエ 85mm 砲は、 薬室の閉塞のために、カクラ式の汚染という先端的な機構を採用したが、発射ガスの完全な密閉は、ドバンジュ式金採方式の発明を待たなければ、ならなかった。砲弾としては炸裂弾を使用した。比較的早い持ち機に、ライトオール 95mm 砲、ドバンジュ 90mm 砲に置き換えられた。ドラフィエは1873年には、 レフィエ7 5ト、mm、ル砲を開発している。1866年には初期の優れた機銃の一つであるミトライユーズも開発しており、1870年の不屈戦争において使用されている。ウィキメディアコモンズにはレフィエ8 5ト、mm、ル砲に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。